大阪貨物ターミナル駅から貨物列車が出発します。この貨物列車が通る貨物線、大阪貨物ターミナル線について今回はお届けします。大阪貨物ターミナル線は、吹田貨物ターミナル駅から大阪貨物ターミナル駅のおよそ 8.7km の結ぶ東海道本線の支線です。今回は、前回の動画で紹介した終点となる大阪貨物ターミナル駅から吹田貨物ターミナル駅までの貨物線を紹介したいと思います。貨物列車が大阪貨物ターミナル駅の着発線から発車します。駅出口の橋脚には何かのナンバーが書かれています。大阪貨物ターミナル駅を出ると、まずはこちらの相川を渡り、摂津市から茨城市に入ります。トラス橋の橋脚には、またナンバーが書かれています。トラス橋を越えると線路が分岐されています。こちらは大阪府中央卸売市場へ向かう専用線でしたが、現在は発着列車がなく使用されていません。さらに東側に進みます。この辺りから住宅地に入るため、騒音対策として車両の屋根の高さまで防音壁に囲まれます。地上から高架線を見上げると、通過する電気機関車のパンタグラフしか見ることができません。しばらく住宅地が続きます。阪急京都線の上を通り、その後中央環状線、近畿自動車道、大阪モノレールの上を渡って行きます。住宅地を抜けたことにより、この辺りから防音壁がなくなります。すべての橋脚に書かれているナンバーは、吹田貨物ターミナル駅に近づくと減ってゆきます。どうやら橋脚の管理ナンバーのようです。さらに進むと貨物列車が見えてきました。こちらは東海道本線を走る列車です。その上を大阪貨物ターミナル線が渡って行きます。東海道本線と大阪貨物ターミナル線を同時に貨物列車が通過する映像を撮りたかったのですが、かなり難しそうなので諦めました。茨城市から吹田市に入りました。
橋脚ナンバーもかなり少なくなってきました。ここから線路が二手に分かれます。まずはこちらの橋梁を見てみましょう。橋脚ナンバーが1番となっています。こちら側の橋脚はここで終わりのようです。橋梁の奥を貨物列車が通過していきます。どうなっているのでしょうか。この先の踏切から反対側の線路を見てみましょう。こちらは東海道本線です。先ほどの映像で見えた貨物列車はこちらの橋梁を渡っていました。ちょうど奥から東海道線下り本線を貨物列車がやってきます。ここから貨物線に入るため、下り線はこの橋梁を通ります。この場所で大阪貨物ターミナル線と合流することになります。先ほどの貨物列車とは逆方向に電気機関車が走って行きます。この電気機関車は今から大阪貨物ターミナル駅まで向かいます。さて、線路が二手に分かれた大阪貨物ターミナル線ですが、右側の線路に沿って進んでみましょう。ついに橋脚ナンバーも一桁となりました。まもなくゴールです。ちょうどこちらの踏切でゴールとなります。こちらでは上り貨物線を走る貨物列車を間近で見ることができます。すると反対側から下り貨物線を走る貨物列車がやってきました。貨物列車はこの後、千里丘駅を通過して吹田貨物ターミナル駅に入ります。さて、最初の踏切に戻ってきました。先ほど EF510 型が大阪貨物ターミナル駅に貨車を牽引しに向かいましたが、戻ってくるまでこちらを通過する貨物列車を見ながらしばらく待ちましょう。やってきました。
次の貨物列車も来ましたね。それでは最後に東海道本線を走る貨物列車と支線である大阪貨物ターミナル線を走る貨物列車が同時に3編成通過する少しだけレアな映像をお届けしてお別れしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。